ハローエビバディ、ハウスゴーイン。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田の場所でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスザイビル4階6カフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田の場所。どうもありがとうございます。この番組は吉本新喜劇で一夜頑張っております私森田の場所。毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方を昔しグローバルな情報から半径20センチ以内の小さな話題までを皆様にお届けするバラエティのだお時間となってございます。先週は、本来でございますとね、極道南方さんに来ていただきましてね、いろんなお話しようと思ったんでございますが、私はギリギリまで自分の体調をちょっと気遣っててですね、7度5分よりかは低かったんでございますけどもね、まだ体調の方があまり万全でなかったので、ちょっとあまりちゃんとしたお話もできないし、皆様にご迷惑をおかけしたらよくないなと思いましてね、初めて、でございますよ。予告してたお休みさせていただきまして、そんなわけでございまして、もしね、選手をお楽しみにしてくださってここまで来てしまった人がいてたとしたら、それ以来すいませんでしたってしかないですけど、もし来てないかったら来てなかったらよかったっていう感じでございますね。こちらのうさぎさんにもご迷惑して申し訳ございませんでした。この番組はただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが、 GO というアプリで呼ぶこともできますので、お気軽に、まあそのアプリでね呼んでいただきたいのでございますけども、アプリに登録するときにこうサンゴタクシー推しみたいなしていただけますとね、サンゴタクシーがなるべく来る。あんまり来たためしないですけどね、あんまり来たためしないです。でさ、本当にね今大変な状況が日本中で起こってましてね、タクシーの運転手さんがやっぱこのコロナ以降、コロナの真っただ中からして戻ってきてないというね、運転手さんが車があるけどタクシーを動かすとできない、あるところのお祭りでここはもう人がわーっと来るという状況ですけど、車が山ほど駐車場にあって、運転手さんがいてないという状況が多々あるそうでございます。サンゴタクシーも、結構そんな状況やったりとかするわけで、乗務員さんを常に募集してございます。まあ、料金形態はねほぼ完全歩合でございますからなんでございますけれども、まあ、2種免許取るのにまずお金いるんだろうって、大変なんでしょうって思われる方、お金出してくれますから、20万30万ぐらいするやつ、ですので実質書類ちょっとこう書いてなんかいくらかっていう申請ぐらいのお金しかいりません。なので、ぜひともね、セカンドライフとは言わず、もう今副業でねちょいちょい最近いついつ暇やなとかいう感じでも言いそうでございますので、ぜひともまあ、2種免許取ってですね、サンゴタクシーでタクシーのドライバーとしてね副業なり、修業なりどちらでも結構でございますが、始めてみてはいかがでしょうか。こちらの方に遠慮なくご連絡ください。そして、ご自宅なので空いてる土地ございませんか。津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。ご自宅なので空いてる土地はほったらかししてたらね、常その税金が無駄にかかるだけでございますので、ぜひともお気軽にねコインパーキングとかに変えて、まあ、収益の上げられる物件にしてみてはいかがでしょうか。見積もり無料でございます。あとまあコンクリートの舗装もされてますので、ここちょっとひび割れてて今日気になんねんけど直してもらわれへんかなとか、何でも結構でございます。お気軽にお問い合わせください。見積もり無料でございますから、だいたいあそんなかかんのか、ほなやめときますわでも言いそうです。まあちょっとはムッとしはると思いますけどね、正直なんやねんみたいなことがあるかもしれませんけれど、まあまあ多分大丈夫と思いますので、またこの番組見たよ言うてね、いたずら電話してみてください。いたずら電話したらあかんけどね、もうスポンサー降りるわって言わはるかもしれないから、ちょっとそれっぽい感じで電話してみてください。よろしくお願いします。そして、鶴橋で餃子といえば魅力で、まあ、鶴橋のね、駅降りて、まあ、どこでもいいんですよ。千里一前でも JR でも、近鉄でもいいんですよございますけども、千里一前通りをね、東の方にずっと歩いていただきますと、右側の方にね、もうここは鶴橋じゃねえだろうっていうぐらいのところに
黄色いお店が魅力店でございます。カウンターがバッとあって奥にテーブルが一席あるだけのお店でございますけれど、本当に餃子は美味しいんでございまして、水餃子と、まあ、焼き餃子は美味しいのは当然でございます。水餃子だね、スープ餃子をぜひとも食していただきたい。なんであんなにもちもちしてこう、どういうたんですか、とろけるような水餃子になるのかしら、ね、不思議でございます。大変美味しいのでぜひ、ご賞味いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なおこの番組は広くスポンサーさんを募集しております。この番組並びに森田の部長オーマイ神様でございますね。この番組何かしら両番組でできることがございましたらお気軽にこちらの方にお問い合わせください。というわけでございまして、ちょっとお待たせして申し訳ございません。早速来ていただきましょう。去年じゃないんですよ、今年の1月に出てくださったばっかりでございますけれどもね、来てくださいましたタックル永井さんでございます。どうも。はい、どうもどうも。はい、エビラニこんにちは。あらそら呼んでいただきます。いきなり、はい、もう早かったんですね。まあ僕 NGK やったから、はい、まあ、5時過ぎに終わるんで、はい、楽屋でちょっと時間潰しながら、はい、来させてもらいました。綺麗に綺麗にされて、はい、剃ってはりますよ。今日剃りたてです。あ、このためにわざわざ。もちろんですよ。そんなことはないいや、まあまあちょっと今週新劇で、はい、ちょっとなんか いかつい系というか、はいはい、面白かったです。そういう時はちょっと剃って。あ、そうなんですか。はい、まあ普通の バリカンだけの時もあれば、はい、今日みたいに剃るバージョンも。これちょっとここ来てません？来てますか？ここ来て、ここ来て、あれ？まあまあまあ、ちょっと濃さのムラが、ああ、まあまあちょっと反り具合もあるけれども、はい、まあまあそろそろ私も来てますか？来てますかね？ああ、でもまあまあ触った感じは、まあまあジョリジョリはしてるけど、あ、いいです、ね、全然いいです僕はげても、まあそうですよね、全然はげてもいいです。もうずいぶん伸ばしておられないでしょ？いや散髪屋には何十年行ってないです。何十年行ってない、はい、私もここ、まあ、1年行ってないですわ。1年、あ、自分でこれは自分でやってるんですか、はい、僕はもうずっと自分でバリカンなんで、はい、まあ、もう後ろはどないしてありますの。後ろはだからもうこの辺がちょっと、まあ、これは反ってるから、はいはい、いけるんですけど、はい、バリカンの時はここちょっと残ってますよ。これ T 字で行ってるでしょ。 T 字こ全然荒れないもんなんですね。まあ今回はまだ、うん、まあ、そんなあれへんかな、あれないですかね。いやほんま僕もこっちに行きたいんですけど、はいはい、ちょっとやっぱもうねダメなんですよね、なんかね。なんで。いやその会社的にストップかかりました。どういうことですかそれ。だからもう多すぎるんですよ、ハゲ枠が。田畑君とか、はいはいはい、でハゲというかハゲているやったらいいんですけど、はい、そのまあこっちはハゲにならないじゃないですか。まあスキンヘッドと言われるワードで言うと、はいはいはい、ってなるとちょっとその枠がもうあぶれてるんですよ。なるほど。ちょした。あ、そう。乾杯しましょうよ、せっかくやから。まあ、ほんまに。すみません。フライングですよ、フライング。行儀悪いホステスみたいな。すみません。皆様いただきます。いただきます。いただきます。いやもうタックルさんは今年の1月にお話聞いてるんで、はいはい、別にそこまでかなと思ってたんですけど、はいはい、まあ今度イベントをね。そうなんですよ。されるということもありましてね、はいはいはい、あの時はまだまあ今年いずれやりますぜぐらいの感じでしたけど、はい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 、まずお話を聞かないとと思ってね、はいはい、でそれよりも何でもやっぱり気になってたのが、はい、あの時にここに来ていただいて、はいはい、やっぱりそのまあ2代目島木ジョージという、はいはいはい、ことでわってやっていただきましたけど、そうね、まあ、小ジョージで、小ジョージでということで営業でちょいちょい見かけてるんですけど、はい、それ以降あまりにもお出番がね、そうですね、小ジョージというか、ジョージ出番がね、そうですね、あの、ね、まあ、もともと寛平師匠から連絡いただいて、はい、ちょっとやってみんかみたいな感じでいただいて、はい、でまあ、あの島木師匠の奥さんにもちょっとこれ挨拶に行かなかった、はいはい、そうですよね、はい、まあご挨拶行ってはったでしょ、はい、でまあ正式に、まあ、ぜひやってみたいなんで、はい、まあ、やり始めたんですけれども、位牌ももう家に置いてあるんですよね、島木ジョージの位牌。いや、位牌まではないです、位牌まではない、位牌まではない、ちゃんとあの、はい、師匠のとこ行ってもほんまにお
大村さん出会わさせてもらって行ったりしてやったんですけども、まあで、まあ、取材とかもしていただいて、そうですよね、で、はい、灰皿ももらったりとかもらって、ね、もうタバコもちょっと覚え出して、はい、そうそうそのちょっと時々して、でっかい、でっかい灰皿に変な感じで、こんな感じで灰落とすようなことを真似たりとか、吸うて、これを置いときながらもう一本火つけるとかね、で、これ置いて消すみたいな、ね、チェーンスモーカー的な、ちょいちょいこう縫い物もして、はい、で、自分の足の指に針落としても全然気つかへんとか、はい、それもありながらなんですけれどもまあ備えにちょっと言うたら、まあ、各座長とかが台本決め、まあまあそれそれじゃないですか、はいはい、で最初寛平師匠だ他の、まあ、当時川端さんとかが、はい、あれ俺らがやってええのみたいな、はいはいはい、みたいな感じだったんですよ、はい、僕としてはもっともっと出れるもんやと思ってた、まあ、ま、町って言うたらダメですけど、まあ、全然もうそうじゃないですか、はいはい、川端さんとか他のスッチーさんとかでも、はい、あれ寛平師匠やからできるんやろみたいな、はあ、俺らやったらあかんもんやろみたいな感じやって、はいはいはい、いやそんなことないです、全然やっていただいて、はい、まあ、むしろやってほしいんですけども、はあはあ、そうなんやみたいな、俺らやったあかん、寛平師匠やからできる、俺らはあかんもんやと思ってたみたいな、はい、まあ時々スッチーさんは、はあ、あの誰かに似てるなみたいな、はあ、ちょっと地方営業の時は、はいはあ、いじりで、はあ、でまあ、あのほんまスッチさんって結構アドリブバンバン行くから、はい、まあ、そうですね、まあ、それで誰か似てるちょっと脱いで脱いでやってとか、はい、ああ、あるんですね、あるんですよ、あ、だから湧きそうですね、それ、そういう、まあまあまあ、あ、はい、やっぱり、はいはい、やったらもう盛り上がりますね、いや、そうですよね、はい、ありがたいこと、お、ただちょっとこの NGK の本出番であったり祇園の本出番ではまだないです、ね、まだないんですね、あと、まあ、言ったら NGK の地下のはい、セカンドシェアター若手新喜劇の時とかはありますけどね、ね、はい、いやだからそのあの愛になったらもう華々しく、はい、もうそら何でしょう、 お出番が止まらないというわけじゃないですけど、はいはいはい、なんかあ久しぶりにあれ見れてよかったわって言っていく人がね、はいはいはい、NGK でも出てくるもんだと思ったら、はい、あれやってると思ってやってないっすね、ほんまにね、え、はい、ちょっともったいないなっていう気はちょっとするんですね、まあ、やりたいですけどね、まあちょっとまあ各座長さんとか、まあ、でもそこはそうですね、作家さんの判断になるんで、あ、これはこればかりはでもなんかまあもったいないという大変な話ですけど、はい、結構お客さんとかであれ島木ちゃん楽しみにしてるでっていうお声は結構あるんですか、聞きます聞きます、だその人はどこで何を見てるんですか、その取材を見てるんですか、まあ、取材とかもそうですし、そのネットでとかで、はい、あの 見たことがあるとかありますし、はいはいはい、セカンドシアターで見てくれた人もそれこそ、でもこんなん言うとあれですけど、その総選挙のやつなんて、はい、もうタックル長いって書いちゃってるから、はいはい、分かんないですけども、2代目島木ジョージなんかで書いたらもう、なるほどね、それこそはいはい、もうすぐ投票のランク内になったんじゃん、そうですね、あの言うたら衣装着て撮影する時も、はい、もうね、島木賞の、はい、ね、灰皿持って、そうそうそうですね、何して、普通に自分の宣材写真で出てきました、あなたのそんなタックル長いなんか引きありますかい、おい、何てこと言うてお前そんな飲んでんのにいきなりもうそんな言うのも、いや私が言うのもなんですけど、はい、タックル長いがなんか普通の宣材写真で、はい、誰が引き合いますか、いやお前そこだけ声払うんでええねんお前普通に喋っとったの今までお前誰が投票しよう思いますか、まだ言うんかい、まあ、そら、え、もう一回あれだから取り直しできるんでしょ、なんか、え、そう、今日昨日聞きましたよ、なんかもう一回取りますかみたいなこと言われたみたいなんで、なんか井川ゆりたが、はい、今あいつ2万回ぐらい再生回数いってんですよ、トップなんですよ再生回数が、おうおう、なのにランク内に入らない県外で、はい、もうね、もう他の人大体何千とかぐらいですか、あいつだけと、うん、なんか万いってるんですよ、それもただ谷間を嘘の谷間書いてエロエロしく喋ってるだけなんですよ、はい、なる女の武器やってた、はいはいってなってきたらもうそれこそ、はい、え、これはだからまあ言うたら島木師匠に対する記憶なんて、はい、僕ら40オーバーもしくは50オーバーぐらいの人がもうまあはっきり覚えてるぐらいの感じでしょ、はいはいはい、でも実際パッて テレビとかそういうもので見たら、うん、もうおじおばわかんないからあまだ生きてないあの人ってなって普通に多分投票の仕方がわかんないからそういう人まあまあね、はい、あれちょっと登録せなきませんからね、はい、
でも実質考えたらそっちの方がいいんじゃないですか。まあまあ確かにそっちの方が引きは絶対あると思う。ああ、だちっちゃく後ろ上の方になんかこうあの吉本の宣材写真みたいな吉本って書いてある中にタックルの中で書いてあって、はいはい、ここポンって2代目なるほど島木ジョージやってたら嘘じゃない、はい、ような感じで、はい、ちょっとそれ早急にマネージャー要素がいやした方がいいって、だってまあ衣装は、うん、まあちょっと別に裸でもよろしいやん。まあまああれはあかんのか、隠しとかあんのか、あれ YouTube かなんかやったら。ああまあここ まあでも島木師匠の宣材写真は赤のカラースーツですもんね。ああスーツでまああの脱いで、はい、赤の宣材で金色のはい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 ですから、まあ普段でもスーツでも出てましたから言う確かに、うん、あの宣材写真はそうか赤でしたか、うん、赤で黒のシャ、はいはいはい、シャツでしたから、はい、灰皿持ってるんですか、その宣材写真は。そのあのあれは選挙用のやつは、いやあの普通になんかもうラグビー何しとんねんそれラグビーの格好しとった誰がそんなんで投票すんねん、やかましてラグビーなんかそんなもんわーラグビーの人なんやなーで、まあ、タックル長いで分かるじゃないですか、まあまあまあ、大体、はいはいはい、まあタックルで言われたらまあサッカーかラグビーかレスリングか、まあ、グか、はい、あなんかレスリングなんかな、はい、あでもラグビーボールかなんかもだラグビーなんかラグビーやなみたいな、うん、投票しようならんでしょそんな、まあまあならんことないよそれならんことないわおるわちょっとぐらいは、いやだそれやったらそのなんかジャパンの桜のユニフォーム買って、はい、ね、はいはいはい、着てここにこうヒエレも変えてリーチマイケルみたいなやったら、はいはい、あリーチマイケルなんかなって思いますけど。そん何してますの。ちょっともうすぐ明日早速行きますんで、はい、やってください、はい、いやだからそれでこれでバッター上がったらそれはそれでね、はいはいはい、今日のこれが意味あるじゃないですか、はいはいはい、ねもういやすぐ動きますすぐすぐタックル動きます、はい、動きますいやこ怖いなそのそういうワードタックル動きますタックル動きますよなんかちょっと怖いなそういうワード。いや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 大丈夫全然そこは問題ないです大丈夫ですよ、タックル動きますよ。いやでもだから僕見ててあれとタックルさん自身が止めてはんのか何なのか分かんないから、いやいや止めてないなんか状況として寂しい状況になってて、僕らとかセカンドシアターで盛り上げようと思ってね、ニーナコとかでいろいろやってて、うんうんうん、でやっぱお客さんの湧き方はやっぱ半端なく、まああの時はね、はい、小城寺で使っていただいて、はい、いやうまいことやりゃなんぼでもお客さんが湧くのに、はいはいはい、で個人で沸かせれるところってまあまあある程度限界あるじゃないですか、はいはいはい、でもあのネタに関しては、まあ、相乗でいけるじゃないですか、はいはい、一人で何かやれって言うても、まあ島木師匠のネタって結構みんなで作る感じあるじゃないですか、はい、あ熊谷死んだふりせいで、はい、みんなの協力で、はいはいはい、で久しぶり、はい、ブロッコリーとかで、はい、ですからね、まあ、はい、まあちょっとまあ他力って言うとはダメですけど、他力ですよそんなもん、いやいやあんなもん人力でやってたのは本人だけでしょ多分まあ本人はね、はい、本人はものすごくフルスイングで、そうですそうですよ、もうフルスイング、もう他力も他力じゃないですか僕の場合はね、まあ、カバーソングが上手い人だけでしょ徳永英明みたいな今の、まあまああの、はい、似てるから後ろ姿がどこに、はい、まあまあありがたい話ですけど、まあちょっとねあれはほんまに引き継がせていただいてるからちょっともっともっとやっていかなあかんだって、一番グッズとかにも今後しやすいはずでしょ考えたら、そうですね、はいはい、なんなんだろうな、まあ、灰皿あったりなんかね、いろいろと別にあとはもうちょっとご自分でね、うん、そのなんか音が鳴るものを探しては、うん、体にぶつけなんかしてたらいいんじゃないですか、はいはい、そうなんですよ、ね、で僕、地方営業で飛行機で行った時に、はい、僕あの島木城って灰皿と、はい、まあ、カンカンヘッド行っとかんじゃないですか、はい、でもオリジナルで僕ちょっと鍋を、はいはい、でやってたんですよ、はい、鍋に蓋をした感じで、はい、ワイヤーで止めて、はい、ちょっとだけ隙間開けて、はい、カン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 って、はい、まあ、音鳴るように、はい、戦んでも派手に音鳴るように、はい、でもう何回も使ってるからちょっとボコボコやったんですよ、はいはいはい、でカバンに入れて飛行機のなんか X 線ですか、はいはいはい、あれこう一回出てきたらまた戻って、はいはい、であの監視員の人がこれ何ですかいう話になって、はいはいはい、いや鍋ですとか、はい、ボコボコやしこれどういうことですか言うてあの頭にぶつけてるんですか、はい、ぶつけて、いや頭おかしくて これね僕は頭叩くんですよとかはぁ言ってどういうことや言うてうん。
森田信義。ああ。